カーパトロール。やあベイビーたち、楽しんでるかい？なんだい？幽霊だ！ベイビーたち、逃げろ！この電話でカーパトロールに電話できるぞ。ベイビーカーたちもやってきた。カーパトロールに電話しよう。彼らなら何とかしてくれるはずだ。マット、フランク、ヘクター、カーシティが助けを求めてるよ。幽霊がいるんだ。冗談だって？違うよマット、冗談じゃなくて本当に幽霊がいたんだって。わあ、なんかすっごい暗いな。幽霊が出たぞ。そうだね、マット。落ち着かなくちゃ。とりあえずこの幽霊を止めないと。いいアイディアだ、マット。ヘクター、カーシティを飛んで幽霊を見つけるんだ。そしたらマットに連絡してフランクが駆けつけるよ。フランク、ヘクターがもし幽霊を見つけたら後ろから追いかけるんだ。そしたらマットが先回りするから。カーパトロール、用意ができたら行ってきて。いたぞ、ヘクター
マット、フランク、ヘクターが幽霊を見つけたぞ。追いかけろ。幽霊じゃないぞ。チャーリーじゃないか。マット、ストップだ。幽霊じゃなくてチャーリーだぞ。チャーリー、チャーリー、ブレーキして早く。そうだ、ハロウィンだったんだ。チャーリーが衣装を着てただけじゃないか。まあ、とりあえず楽しむことにして、キャンディーでも集めに行こうか。おやすみ、みんな。じゃあ、またね。トロイザトレイン。やあ、トロイ。ハッピーハロウィン。いいコスチュームだね。やあ、赤ちゃんたち。どうしたんだい？なんと、村にキャンディーがないだって？そうだね、トロイ。倉庫に向かって赤ちゃんたちにキャンディーを持ってこれる新しい車を見つけないと。待っててみんな、すぐ戻ってくるから。さて、じゃあ新しい友達に会ってみよう。赤ちゃんのためにハロウィンを救える車はどれかな。トラクター？救急車？キャンディーか？そうだね、キャンディーカーがうってつけだ。来るぞ。このキャンディーカーを遊び場に持っていこう。じゃあ部品を下ろそうか。もう少しで終わりそうだぞ。やあ、キャンディーカー。名前は何て言うんだい？キャリー？カーシティへようこそ、キャリー。キャリー、重要な仕事があるんだ。今日はハロウィンなんだけど、カーシティにはキャンディーがないんだ。赤ちゃんたちにキャンディーを配達できないかな。素晴らしい。そしたらハロウィンを救おう。赤ちゃんたち、
新しい友達のキャリーだ。キャンディーカーなんだ。何ができるか見たいかい？すごいぞ、キャリー。やあ、みんな。キャリー、大人たちがハロウィンを楽しめなくて悲しいみたいだ。キャンディーをあげれないかな？よし、いいぞ。こんなにたくさんキャンディーがあるぞ。ありがとう、キャリー。じゃあね、みんな。ハッピーハロウィン！コンストラクションスクワッド。やあ、スクワッド。ハッピーハロウィン。またお仕事頑張ってるみたいだね。やあ、スクワッド。赤ちゃんたちがハロウィンを楽しみにしてるみたいだよ。何かいいアイデアはあるかい？いいね。怖いジェットコースターか。完璧だ、イーサン。じゃあ、仕事場に行こうか、みんな。わあ、これは大きな仕事になるぞ。早速、仕事に取り掛かろうか。ステップ1。基礎の柱を決めて、トラックを取り付ける。ステップ2。トラックの上にワゴンを並べる。ステップ3。壁と天井を取り付ける。まず、ポールを設置しないとね。乗り物全体を支えるものだから。それで大丈夫だ。素晴らしいチームワークだぞ、みんな。今度はトラックをポールに取り付けよう。エドガー、ネジを忘れないで。全てを一緒にするのに必要だからね。よくやった、みんな。ネジがきつく締まっていることを確認してね。それっぽくなってきたぞ。さて、次のステップはトラックにワゴンを置くことだ。チャーリー、トラックの上にそれらを一つずつ乗っけてって。ワゴンがちゃんと整理されていることを確認してね。そしたら壁と天井を取り付けるだけだ。慎重に天井を下ろして、みんな。ねじ込んでね。そしたら外れないから。これは素晴らしくなってきたぞ。すごく面白くなりそう。赤ちゃんたちはいいハロウィンを過ごせそうだね。やあ、赤ちゃんたち、幽霊屋敷のジェットコースターに乗るかい？フランシスはどうだい？最後のワゴンで行く？楽しんでね。
盛りだ。この幽霊本物みたいだな。楽しんでくれたみたいで嬉しいよ、赤ちゃんたち。ハッピーハロウィン。ああ、フランシス、作り物って分かってるよね。ミッションは達成だ、スクワッド。チームとして働くとき、いつも完璧だね。じゃあね、みんな。また次回。カーシティでは嵐の雲が集まっているぞ。そして今夜はハロウィンだ。何してるんだ、トム。なんか変だけど。ゲイリーをフランケンシュタインの怪物にしてるって？それはすごい。ちょっと怖いけど。トム、どのタイプの緑を使えばいいのか知ってるのかい？そうだね、フランケンシュタインの怪物は薄緑色だ。早速ゲイリーを塗ろう。そうだ、ゴーグルも必要だね。よく思い出した。変身開始。もう怪物みたいだぞ、ゲイリー。一体トムは次に何を持ってくるんだろうな。怖がらないで、ゲイリー。トムは変身の次の段階を準備してるだけだよ。多分ね。そのポットに何が入ってるんだい？マジックペイント？楽しそうだ。わお、かっこいい。これはモンスターの顔にある傷や縫い目、そして目の下の影のためだね。ゾッとするな。完璧だ。トムは今度は何をしてるんだ？ゲイリーをフランケンシュタインの怪物のように頭を大きくさせてるのか。心配しないで。フランケンシュタインの怪物のようにナットとボルトは本当に頭を貫通しないから。ただ貼るだけだからね。さあ、早速トリックオアトリートしに行こうか。ちょっと待って、ゲイリー。
トムがまだ何かあるみたいだよ。うわー、ゲイリー、とても恐ろしい。その衣装、トムのおかげで最高になったね。じゃあ、お菓子を集めるの、頑張ってね。カーパトロール。ベン、こんばんは。本を読んでるの？今日はベビーマットがベビーベンのところに泊まりに来てるから忙しかったの？眠そうだね。あれは何だろう？どう思う、ベン？畑で何か光ってるのは何だろう、ベン？おかしいね。こんな夜にどうしたんだろう。ベン、心配しないで。カーパトロールを呼ぼう。みんなこんばんは。ベンが農場で困ってるんだ。畑ですごいライトが光ってるんだけど、一体わけがわからないんだ。ベンにバボボ。そうなんだよ。ベビーマットが止まってるけど、ベビーたちは寝てるから心配しないで。助けに来てくれる？ありがとう。さあ行こう。ベン、カーパトロールが来てくれたよ。状況を説明してね。ベビーたちが寝ついてから、ベンがリビングルームで読書してたら、突然畑から不思議なライトが光り始めたの？見て、光ってるよ。どういうことだろう。畑一面だよ。マビニュマバペニュマバリバパペパパパ。いいアイデアだね、マット。君とフランクでベビーたちをチェックしに行って、ヘクターは畑の様子を見てこよう。ああ。おかしいね。ベンがこのドアは閉まってたはずだって。ベビーベン？ベビーマットはどこ？ベビーマットがいないよ。
ヘクターは何かに気づいたはず。え？どうしたの、マット？何か聞こえる？いびきみたいな音がするね。見て、ヘクターが畑のミステリーライトに光を当ててるよ。フランク、消火ホースで畑の中に道を作ってくれる？フランク、ありがとう。ベビーマットだ。無遊病だったみたい。ベビーマット、気がついた？ベンの畑で寝ながら歩いてたんだよ。大丈夫、勇気があるね。真っ暗な中一人でここまで出てきたんだよ。さあ家に戻ろう。ミステリーライトの謎を解いてくれてありがとう、カーパトロール。ベビーマットだなんて誰も気づかなかったよ。またね。スーパートラック。夜だからみんな眠ってるね。うわー、危なかったね、ピクル。何事だろう。様子を見に行くの？気をつけてね。解体クレーンのデーンだ。カースティを壊してるよ。無遊病かな。そうだね、まだナイトキャップをつけてるもんね。起こしてあげようか。もうちょっと大きく、ピックル。困ったね、デーンを起こすにはもっと大きな音を立てないと。そうだね、スーパートラックを呼んでこよう。カール、窓の外を見て。ピックルがスーパートラックの助けを呼んでるんだ。デーンが無遊病で寝ながら街を歩き回ってるんだけど、ピックルのクラクションの音じゃ起きないんだ。さあ変身しよう。何かとっても大きな音を立てられるのに変身してね。サイレントラック、バッチリだね。サイレントラックの音ならデーンも起きるはず。
スーパートラックだよ。うん、信じられないけど、ベンはまだ寝てるよ。もうちょっと音量上げよう。もっと大きく。スーパートラック、やっとデンが目を覚ましたよ。デン、君は寝ながらドライブしてボルダーあちこち壊してたんだよ。あちゃ、騒音で近所のみんなを起こしちゃったみたい。デンが本当にごめんなさいって、すぐに片付けるからって。親切だね、ピックル。手伝ってあげたらデンは本当に助かると思うよ。いいアイデアだね。掃除してる間に聞けるようにスーパートラックがラジオで音楽を流してくれるって。建設チーム、ベビーのみんな、こんにちは。こんな夜遅くにどうしたの？ UFO を探してるの？見つけた？まだ？もう寝る時間だから、今日は家に帰ってまた明日探したらどうかな？まだ寝たくないの？おっとっとっと。建設チームのみんななら何かいい考えがあるかも。チームのみんな、ベビーのみんなのために一肌脱いでくれるかな？いいの？ありがとう。ベビーたちが寝たくないんだって。起きてて UFO を探したいんだって。どうしたらいいかな？アイデアがあるの？どうするの？UFO アトラクションを建てるの？うわー、ベビーのみんな、イーさんが UFO アトラクションに乗りたかったら今日は今すぐ寝ようねって。みんなおやすみ、明日の朝ね。チームのみんな、おはよう。さあ、ベビーたちのために UFO の乗り物を作ろうか。よし、ありがとう。ベビーたちが起きる前に急いで作ろう。まずは何を組み立てようか、イーさん。乗り物の軸？よし。エドガーが、ベビーたちはとっても喜ぶねって。次はどうしようか。ベビーたちが乗り物に乗る用のドア？いいね。動作してるかな？あれ？左右同時に開かないね。おっと、これで大丈夫みたい。スロープ？いいアイデアだね。みんなさすがだね。あとは乗り物をどうやって動かそうか。どうする？
完成かな？まだ？なるほど。とってもかっこいいよ。ベビーたちが大喜びするね。みんな起きてきたよ。さあ、新しい UFO に乗ってみよう。嬉しいね。3、2、1、宇宙へゴー。チームのみんなありがとう。みんなまたね。カーパトロール。チャーリー、こんばんは。気をつけてね。クレーンが高くなったままだから電気ケーブルに引っかかっちゃうよ。ああ、街灯や交通信号に電気を送ってたケーブルだったみたいだね。でもチャーリー、心配しないでね。修理できるはずだよ。でも急いで修理しないとね。車のクラクションの音がたくさん聞こえるもんね。マット、フランク、待って、助けてくれるかな。街が真っ暗なんだ。ライトがみんな消えちゃったから交通渋滞で大変なんだ。チャーリー、マットとフランクが助けに来てくれたよ。チャーリーは電気ケーブルを引っ張ってしまって申し訳なかったと思ってるんだ。でもわざとじゃなくて事故だったんだよ。チャーリー、気悪くしないでね。誰しも間違いはあるよ。マットは君に手伝ってほしいみたいだよ。やり直せるよ。フランクがレッカー車のトムに修理の道具を借りに行く間、マットを手伝ってくれる？トム、こんにちは。お邪魔してごめんね。カースティの交差点のあたりで電気ケーブルが外れちゃったんだ。修理に使える道具を何か持ってるかな？ケーブルを差し込んで元に戻すのに必要なのはまさにこれだね。さすがだね、トム。ありがとう。マット、交通誘導ありがとう。すぐに修理に取り掛かるからね。フランクがケーブルを修理するのに必要な道具を持ってきたよ。フランクにはチャーリーの助けが必要みたい。
チャーリー、フランクにケーブルを渡せるかな？バッチリだよ。あとはフランクがトムから借りてきた道具にケーブルの端を差し込めば完了だよ。素晴らしい。みんな大成功だよ。マットの言う通りだね。チャーリーの助けなしに修理はできなかったよ。失敗したけど、しっかり直せだね。お疲れ様。カーパトロール。マットとフランクだよ。何かに気づいたみたい。どうしたのかな？小さなピンクカーのスージーだよ。あの音は何？ああ、ギャリーだ。来て、スージーを助けてくれる？ありがとう、キャリー。スージー、何があったの？そうか、いつも通り寝てただけだから何が起きたかわからないんだね。おかしな話だね。キャリーは今朝、倒れている車をいくつか見たみたいだよ。心配しないでね、スージー。マットとフランクは今夜張り込みをして犯人を捕まえてくれるよ。見て、暗闇の中で探偵が張り込みをしているよ。スージーは眠っているね。今のところは大丈夫みたい。あれは犯人かな。なんだ、ギャリーだ。気づかないみたい。ギャリー？ねえ、ギャリー？あれ？彼は眠ってるよ。ギャリー、目を覚まして。まるでも夕病みたいだよ。ギャリー、大丈夫？眠りながら動いてたよ。スージー、もう大丈夫。ギャリーが本当にごめんなさいって、スージー。ギャリー、夜になったら車輪のロックをつけるといいよ。そうすれば寝ながら動くこともないもんね。いいアイデアだね。さあ、帰ってロックをかけて。寝る時間だよ。スージーも寝る時間だね。おやすみなさい、スージー。忙しい夜だったね。二人とも寝ないとね。
マットもフランクもおやすみ。おやすみなさい、ギャリー。もう寝ながら動かないでね。カーパトロール。ここの田園地帯は本当に素敵な夕焼けだね。ハービー、こんにちは。ん？収穫の準備してるの？どうかな、ハービー。収穫できそう？そうだね。トウモロコシが大きくなってるね。ハーベスターの準備をしてこよう。ベビーたちだ。ハービーの畑に入っていくけど、どうしてだろう。ハービー、ベビートムとベビーベンを見かけた？ねえ、ベビーたち、ここには入ったらいけないよ。収穫が始まると危ないよ。助けを呼んでこようか、ハービー。心配しないでね。カーパトローナーが助けてくれるよ。カーパトロール、こんにちは。ハービーが収穫を始めたいんだけど、ベビーたちが二人畑に忍び込んでるんだ。助けてくれる？ありがとう。急いで来てくれてありがとう。もう暗くなってきちゃったよ。そうだね、マット。君のスピーカーでベビーたちに出てくるように言えばすぐに出てくるはず。ベビーたち、かくれんぼはおしまいだよ。カーパトロールが探してるよ。暗くなる前にハービーの畑から出ようね。出口はわかる？あちゃー、マットにいい考えがあるかな。マット、他の方法を考えないと。ベビーたちは迷子なんだよ。なるほど、マット。ヘクターが畑の上からベビーたちがどこにいるか見つけてくれるかな。フランク、君はヘクターの音をつけてベビーたちのところまで迎えに行ってくれる？そうだ、フランク。マットが行くときにホースを後ろに垂らしていってねって。後で役に立つって。ヘクター、見つけた？そうだね、あそこのライトがベビーたちだね。フランクはもうすぐそこだよ。フランクを案内してあげてくれる？よかった、あと少しだよ。ベビーたち心配しないで。
フランクがもうすぐ来てくれるからね。フランク、見つけたよ。あとはここから出るだけだけど、ヘクターがいても暗くて道が見えないね。そうだね、マットがホースを垂らしてって言ってたよね。これが道しるべになるね。ベビーたち、フランクの後をついていってね。フランクとベビーたちが戻ってくるところだよ。マット、見えそう？戻ってきたよ。みんな無事でよかった。お疲れ様。ベビーたちを見つけてレスキューしてくれてありがとう。これでハービーは安心して収穫できるね。そうだね、もう収穫には暗すぎるけど、でもドーナツを食べるには暗すぎないよ。助かったよ、カーパトロール。それからベビーたち、ハービーの畑に入り込まないようにね。レッカー車のトム、ヘクター、こんばんは。こんな色にどうしたの？みんなの安全のためにカーシティをパトロールしてるの？ありがとう。頑張ってね。おっと、建物に気をつけてね、ヘクター。他にもヘリコプターがいるよ。気をつけて。あー、ヘクター、心配しないでね。レッカー車のタモをすぐ呼んでくるからね。ヘクター、ヘリコプターのヘラだよ。カーシティに来たばかりなんだ。トム、ヘリコプターのヘクターが事故に遭っちゃったんだけど、すぐに来てくれる？ヘクターをガレージに連れてくるにはトローリーがいるかな。そうだね。トム、急いで。みんな、トムが来てくれたよ。ガレージに連れて行ってすぐに修理してくれるよ。ヘラ、トムがヘクターをトローリーに乗せるのを手伝ってくれる？ちょっと待って。ヘラ、後でヘクターと一緒に空を飛んでくれる？ヘクターのプロペラが壊れちゃってるみたい。まずどうしようか。
取り外す？よし。レンチを使う？次にどの道具がいるかな？クランプ？いいね。さあ、クランプでしっかり固定して、ハンマーで元の形に戻そう。バッチリだよ。ヘクター、調子はどう？何か気になるの、トム？そうだね。ヘクターには新しいヘッドライトが必要だね。どっちかな？こっち？じゃあこっちかな？よし、トム試してみよう。ライトはつくかな？ついたよ。気分は良くなった？ヘクター？よかった。トムありがとう。バイバイヘクター。みんなまたね。タムのペイントショップ。また火事だ。また消火活動でフランクはとっても疲れてるみたい。休日を取るの？そうだね、ちょっと休まないと。ベビーフランク、こんにちは。お父さんを待ってるの？今日もタウンの消火活動で大活躍してたんだよ。仕事の後はお父さんは真っ黒だね。お父さんをきれいにしてあげてるの？ベビーフランク優しいね。今日は何するの？トムのペイントショップに行くの？いいね。ベビーフランクは？そうだね、学校がお休みならお父さんと一緒に行こうか。こんにちは、元気？フランクは今日の午後は休みを取ってペイントしてもらいに来たんだよ。ベビーフランクのお父さんは大きな火事をレスキューしてきたんだよ。ヒーローだね。何かいいアイデアがひらめいた？いいね、フランクならバットマンにぴったりだね。フランクのスキンカラーだね。
グレーのスプレーペイントがベースカラーに良さそうだね。バットマンを想像してみて。ステッカーはある？いいね。でもトム真っ白だよ。バットマンのロゴを入れないと。ベビートムがお父さんのペイントをしている間にバットマンの絵を描いてくれるって。鉛筆を取ってこようか。フランク、ベビーフランクはとってもいい子だね。フランク、ベースコートを塗るよ。いいね。バットマンのロゴを描いてくれる？その間にトムはアクセサリーを取ってくるからね。ベビーフランク、トムが君はとっても腕のいいアシスタントだって褒めてるよ。絵もとっても上手に描けてるよ。どうしたのトム、何かひらめいたの？そうだね、ベビーフランクをバットマンのアシスタントのロビンに変身させよう。今度はフランクがベビーフランクのロゴを描いてくれる？なるほど、ベビーフランクはお父さんに例が上手なんだね。さあ、アクセサリーをつけよう。トム、トランクには何が入ってるの？バットマンとロビンのマントもある？かっこよく変身できたね。何か足りないの？トム、トランクにまだ何か入ってるかな？変身は完成だよ。トム、どうもありがとう。まるでバットマンとロビンみたいだよ。二人でカーシティを安全に守ってね。トム、どうもありがとう。